お疲れ様です吉田さんやっぱり多くの人があ求めているのは自分よりも立場の低い人もしくは自分とねせいぜい同じ立場の人が、まあ、大成功したなり、まあ、そこそこ成功したっていう道を知りたいんじゃないかなと思うんですよ。最初からね何か御曹司でうまくいきそうな人がうまくいきましたとか人脈がありましたとかねでバックボーンがありましたとか昔の経験を使いました。 まあこういうふうになってくるとそういうものがない人にとってはあやっぱ俺はもともとダメなんだこれからでも駄目なんだっていうふうな残念な上塗りしかできないんですけどもえ俺より立場の悪いやつかあそうだったのだったら俺もちょっとみたいな感じになるかもしれませんしやっぱねあの筋金入りのね社会人例えば吉谷さんは社会人の半分がインターネット関連で埋まってると思うんですよでも私は人生の半分どころかここ10年ですからねやっと。 年齢50歳とすると5分の1つい最近なんですようんでもでも大丈夫だよみたいなねこっからでもいけるよみたいな、まあ、だから私がね思うんですけどもネットビジネスで少なくともね23年で1億稼ぐってこれ23年で東大に入ったぐらいのまあ結果だと思うんですよでそう考えたら40過ぎて23年勉強して東大入りましたっていうのとあの同じぐらいのインパクトがあるんじゃないかなと思うんですよね だから私はね、あの、恵まれなかった過去に感謝するぐらいですよね。ああよかったみたいな。なんだかんだうまくいってる俺じゃなくって、何をやってもダメ。20代もダメ。30代もダメ。40代からもうね、過去を使うのはやめようと。飛び込んでみようと思ったら、受け入れられたみたいなところですからね。だからそういうポテンシャルを持ってるのが、このインターネットの世界。バーチャルな世界だと思うんですよ。でもバーチャルの世界の中に、 存在すするのはリアルばっかかりですからね私は生身の人間以外からお金もらったことありませんからね。Google のアドセンス広告だって結局どっかの企業が決済券を使って営業マンを使って広告企画担当者が決済員を押して送金してくれたわけですからまあシステム上はねあのー、自動だったかもしれませんけどねそう考えたらネットを使おうとリアルだろうと結局は誰かから手渡しでお金をもらうのと同じ。 そして、こちらからサービスを手渡しで渡すの、これも一緒。ということだと思うんですよね。まあ、なんかね、魔法にかかったような世界では何でもないですからね。そこには完全に人の気持ちが動いていて、やっぱりね、問題解決をしたこと、そして次に期待したこと、期待に応えたこと、それ全部が、まあ、ビジネスとして回ってるんだろうなと思いますよね。まあ、吉田さんもね、だから Q&A むちゃくちゃやってきて、もうだから、もっと珍しいクエスチョンはないのかみたいなね、 そんなことがあるかもしれませんね。あ、これも過去に何回も解決してきた問題だな。みたいなことばっかりじゃないですかね。はい、まあじゃあちょっと夕食の用意します。いってらっしゃい。